袋をかぶせたままなのか。あ、息できないだろうな。窒息しないように穴開けたか。ハロー、 CIA とのお遊びは楽しかったか。ドゥルゲシュへようこそ。むさ苦しいところで申し訳ないが、君が好き放題暴れたせいだよな。ゴールデンパスなんかと組むなんて。そしてポール、かわいそうに君の連れの敵でも取ったつもりか。名前はダメパン、クソパン、ドアノブ。熱いわね。退屈させて悪いな。これから可愛がってやるなら徐々に慣れさせるべきだ。クソも砂糖をかければ食えるだろう。どうでもいい、確認したなら出てってよ。まだ仕事が残ってるんだから。はいはいはい、でも殺すなよ。五体満足のままでな。最後になあ、エイジェイ、苦しいだろうが、これは愛の鞭だと思ってくれ。それに、素晴らしい景色の部屋を用意してやる。ああ、それからもう一つだけアドバイス。あまり端っこで寝ないように。いい加減どいてくれない？わかったわかった。床に伏せろ！なぜ？床に伏せるんだ。床がどうした？何のつもりだ？今なんだ？ああ、エイジェイジ、落ちる夢、ここからよく落ちていくのよ。目を覚まさないままね。弱い者もそうやって死ぬ。俺が雲だったら糸を垂らして降りていけるんだがな。だけど俺にはなれない。あの女がすでに雲なんだ。昔カリナガの崇拝者たちは町を築いた。岩山を削ってね。それは偉大なる運命だ。今の惨めな出来損ないのキラッと違う。
蘇る。かってカビタフが蘇ったように、私はパガンにすらできなかったことを成し遂げ、ヒラヒトに真の文明をもたらして見せるのだ。アミーダ、起きた。まったく本当に悪運が強いのね。敵の領域を一週間も探したわ。投資する前に見つかってよかった。サバラは得意の神頼みじゃない。暗闇でどうぞ無事に帰ってきてくださいってお祈りよ。
3日間あなたを看病してきたけど、もう大丈夫そうね。私は行くわ。まだ戦争は終わってないから。サバルは一つだけ正しかった。あなたが必要ってこと。いてくれて心強いわ。